原五郎は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。東京府出身。1907年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に海軍少尉任官。海軍大学校を知主学生を経て、海軍水雷学校高等科を卒業し、1913年12月、比叡分隊長に就任し、臨時鎮太を要向部参謀。 第3戦隊参謀、第2艦隊参謀を経て、1919年12月、海大を卒業、海軍少佐に昇進し、第3水雷戦隊参謀となった。以後、横須賀海軍航空隊付、欧米各国首長、横須賃主付付を経て、海軍省軍務局員兼教育局員に発令され、1923年12月、海軍中佐に進級。 1924年12月、軍務局員に就任し、欧米各国出張を経て、海軍航空本部技術部員となり、1927年12月、海軍大佐に昇進した。1928年12月、法省官長に就任し、横須賀ゾ司令、県赤木官長、竜城偽装委員長、横須賃寺府付、海軍航空省総務部長、 加賀艦長、横須賀陳述付などを歴任し、1933年11月、海軍省将に進級し、艦政本部造船造兵監督官兼海軍、航空本部造兵監督官となった。以後、艦政本部造船造兵監督長、航空本部技術部長を歴任し、航空省庁に発令され、1937年12月、海軍中将に進んだ。 1938年11月、マコウ陽光部司令官に着任し、マイズル陽光部司令官、マイズル府司令長官を務め、1940年4月、軍令部出資となり、同年10月に死去。ありがとうございます。